ほい、あ、来たー、来ましたよ皆さん。これでもう200度マックスですよ、完全に。うお、あ、10ずつ上がるんだこれ。めっちゃいいじゃん。めっちゃダメージ食らうんだけどこれ。ないな、貴様。ちょっとまずいな。え、来るの？びっくりした。ちょっと HP がやばいな。さすがにやばいな。よし。イェーイ、もう満腹度も完全に200ですよ、これ。うぃー、200、早え、200。ほれ。あ、200、早え。200早えし、これめっちゃレベル上がるじゃん。イェーイ、さあ来いよ、お前ら。あ、何や、貴様ら。あ、おら、来いし、ほいほい、つえもう、あ、でもレベル上げ必要ねえんだよな。もうレベルの効率悪いからな。でもアイテムゲットできるっていうのはいいな。これがあればもうレベル上げは完璧にできるし、もう絶対に負けないわけだしな。うわ、強っ。めっちゃ強っ。あ、もう最強じゃん、これ。あ、また踊りになってる。腹ヘリ使うよ、これ。200になっちゃう。おら。おい。なんや、こいつ。ぶっ殺されてんか。うわ、これで、はい、終わり。イエーイ、おにぎりもゲッツ。腹減ってきた？あ、そっか、満腹度が上がるだけなんか。なんかそういうことか。じゃあ、おにぎり食べよう。この杖は何かな。多分、ブフだと思う。ほとんどの確率でブフだ。あはは。ブフのはずなんだけどね。とりあえず、振る。はい、ブフでした。まあ、大体ブフだよね。はい。あ、クソ、なんや、こいつら。ブフブフー、あ、ブフー、ケイ、カタカナでやれやとか思うけど、まあいいよ、いいよ、こんなん決めましたね。お、決めました。お、いいね、お、いいね。坊や、こんなんいらねえよ。ほら、食べた方がよかった。おれ、よし、食べよう。あ、いただきまーす。うまっ。これもうやばいな。もう200もあるからな。HP も、HP じゃねえよ。レベルも、レベルも16だからね。食べる。いいね。もう坊やも、坊やとかいらねえよ。指とかいらねえ。おにぎり変形、いらねえ。おにぎり変形もな、進化しても全然な、うまくないからな、経験値が。ここで鬼面武者の肉をいっぱいやってきたいんだよね。これ亡霊とかいらねえよ。あ、いいね。ハンニャでもいいんだけど、変わんかった。見れへんかね。食べよ。くそ。毒なんていらねえよ、バカ野郎。おにぎり変化。いいね。よーし。ナイキ様。よし。坊や食べて。おお、どうしたら、おい、満腹度139、いいね。おいいね。これもう、レベル16で136。うわー、強そうだな、こいつ。強いかな。ガチで戦ったらどうなる。お、倒した。お、400もらった。つえー。ちょっと危なかったんじゃないか、でも。たくさん飲んで。よし。400もらえたらめっちゃいいな。ここにみんな集まるんか。そういうことか。400もらうのいいな。あ、いや、いいね。とりあえずここで集めて。来ないな。来ないぞ。あ、踊る系があれか。マットンか。家でじゃねえよ。ダンジョンの中で。それはうざいな。おい。おい。どこにいるのか？
まいか。おにぎりゲッツ。食べちゃうよ。おにぎり食べるよ。よし。大役様。そ、78になった。歌う。歌うはまずいぞ。でも歌う倒したらやばいな。つら。こう丸っぽいリゴンやったら満腹だ。おほー、あっぶねー。決め武者食っとくか。ここはここは食っておこう。お、ついでに歌うやっちゃおうか。歌うやっちゃえ。歌うどこだよ。歌うはどこだ。左下かな。上か。あれ、歌ういねえじゃん。あー、まさか洞窟じゃねえ。あ、じゃあ進化しとくか。進化して般若に移って、ギャース。まだだ、まだおらんよ。よし、これで歌うをね。歌うどこだ。痛い。あ、びっくりした。あの、こいつはあれか。お腹の満腹度は増えないんだっけ。誰もいない。誰もいない。誰もいない。なぜだ。お腹空くよ。お腹空いちゃうよ。誰か、誰か来い。誰か来い。ほら、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 ほら。この速さ。特に。あー、マックスなるだけだな。うん、変わってねえわ。やっぱ踊るがいいんか、普通の。一体倒して、あ、いいね。こいつ厄介だな。グで、マールコギリゴンだったらおそらく大丈夫なはずなんだけどな。はいはい、もう興味ないけど。よしよしよし、お前だ。あ、これいいね。これいいぞ。これで満腹度マックスまでさせよう。お、これ Y 連打でじゃん。 X 連打でじゃん。俺めっちゃいいじゃんこれ。うえー、まあ、そう簡単には俺は死なねえぞ。やばいな。まあ、相手一発で倒せれるか。ギリギリまでやってここで倒す。 OK、 これで、トビピーターン。うわー、でもこれレベル上げできるか。この回る方が明日が早いか、さすがに。そろそろ敵が現れたかな。敵が現れたか、ここの迷路に入り込んだかのどっちかだな。回るか。あ、待て待て待て、こいつは回っちゃいけん。こいつは回っちゃいけん。こいつ回るか。回る。あ、これめっちゃレベル上げできるじゃんこれで。あ、じゃあこれ回るポリゴンいるな。回るめっちゃいいじゃん。やった、満腹度200。めっちゃレベル上げできるじゃんこれ。やったぜ。金いらねえな。ま、丸壺か。うわうわうわ、これめっちゃお金、これめっちゃレベル上げれるな。やべえな、レベルマックス簡単やな。そしたらよし、戻ってギターの方やっとくか。あー、このマルチコは見る。入れる毒素。ほら。見る。あー、倉庫か、いらねえな。ほら。倉庫投げたら。倉庫投げたら。なんか出てきたぞ。落とし穴が。びっ
くりだな。でギターの方作って、そしたらマルポニゴンいるかな。マルポニゴン持ってほしいな。そしたらもう 2、3個欲しいな。レベル上げで使いたい。ほら、マルポニゴンないな。あ、不幸があるから不幸にもできるんだけど、マルポニゴン欲しいな。マルポニゴン欲しいな。あー、踊るになっちゃったよ。あー、うぜえな。あ、いや、2つあったら十分だろ。2つあったら十分だし、鬼面武者もこんだけあったら十分やろ。ブフもあるしな。よし、行こう。先行こう。こんなところでチンタラしてもな、先に進まないしな。おい、死神、死神食っちゃうか。食ってよいしょ。これでうえ、結構強えぞ俺は。うえ、一緒かい。うれ、ほふーい。ん、倍速違うな。オッケー、まあ、これで移動すれば問題ないな。敵を倒してね、速攻で食うっていうのはいいね。で、レベル上げはここじゃないから下に降りよう。さっさと下に降りよう。ほら、食っちゃう。食って、やっぱ食って戦ったが強いからな。オッケー、もう下に降りちゃう。どんどん下に降りちゃう。よしよし。あ、うぜえな。よし、列車降りて、まあ、やばくなったら肉食えばいいからな。キメムシャの肉を、それが一番でかい。ここで消費するわけにはいかないからな。ちょっと回復してからの、よし。あ、うぜえ。あ、お前かよ。お前もいるんかい。レベル17だからな、結構。もう 2、3 回下に降りたらレベル上げしたいところだな。隠れ古金か。よし、とりあえず倒して。うわー、なられたか。まあいいよいいよ。まあ、パプレコキンはね、だからな、HP が、HP じゃない。あー、何食った?これか。まあいいや。パプレコキンはね、まあ、レベルが上がるのはいいんやけど、飯がなくなるからな、腹ヘリが。腹ヘイリーが。この状態強えな、めっちゃ。この状態最強や。よしね。この状態超いいな。無敵、怖くない、何も怖くない。だがしかし肉もらえないんだよな。まあいいか。でもこれでレベル上げも実際できるよな。死んだらすぐ乗り移ればいいしな。さあ行くか。あ、何や貴様、ねえねえ、何や、俺に金貨売るんか。いいぞ、ほれ、いいぞ、ほれ、つえー。でもこの状態はちょっと怖いからな。前回これで死んだからな、この状態で。敵は強いんだよな、あいつが。あー、この状態怖いから、もう行こうか。もう怖い怖い怖い。この状態結構怖いからな。パプレコキンが来た時は怖いからな。おお、めっちゃ広。あ、これ隣あれじゃないか、モンスターハウスじゃないか。可能性はあるぞ、あるぞい。セルアーマーのね、確か肉は確かなんだけど、あれだよな、確かアイテムを落とさせてくれるんだよな、絶対。ああ、モンスターハウスや、モンスターハウスやけど。どうしようかな。まあ大丈夫やろ。
丈夫じゃないな。あ、一目ってそういうことか。うわ、あれ欲しいな。あ、やべ。戻った後死ぬじゃん。来た。いや、来てない。この右の赤いやつめっちゃ邪魔なんだけど、なんでこうなるんだ。めっちゃ下がっていきよし。こいつに乗り移ったら強くなるかな、少しは。いや、移ったら強くなるよ。あ、なってない、バカー。そうだった、めっちゃいいと思ったんだけどな。くっそう、バカした、マジバカ、俺バカ、俺のバカ。そうだった、パプレコキンでレベル上げようかなと思ったのが運の尽きだった。バカ、俺のバカ、バカ、マジバカ。あ、やっぱ パプレコキンいるな。1個ぐらいは、1個ぐらいやっぱいるな、レベル上げのためにいるな。はー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。